こんにちはマゼンです今回は薬学部の嫌味シリーズシリーズっていうか最初なんですけどあの国立と私立の学費について、えー、お話ししていきたいかなと思いますでざっくり言うと、えー、薬学部の学費ってどれぐらいかかるんだろうっていったところから始まると思うんですけどざっくり言うと国立はあの大体っていうか 学部全部均一なので60万ぐらい1年間なので6年間で360万です。で、薬学部は大体平均して1年間200万なので6年間で1200万というところでまずその国立と私立のそのまず学位だけでいうとそれだけの開きがあります。で、ここからが本題なんですけどじゃあ1200万払ったら薬剤師になれるんだ っていうそういった安易な思想っていうところですね。1200万。まあ1200万払えばとか、360万払えばっていった、そんな感じの思想っていうことは、まあ、ある程度お金持ってる家庭かもしれないんですけど、もしかしたら奨学金をもらってるかもしれないんですけど、まあ、ただ、えーまあ、そこからプラスアルファがかかります。まずですね。 え何のプラスアルファが分かるかっていうと、えー、生活費はとりりあえずかかりますね、えー、薬学部って案外少なくてあの薬科大学の数もまあ少ないし、まあ、新設が結構続いてた年とかそう、まあ、いった時とかはすごく増設ラッシュがかかったんですけどだからといってあの学部が 他の学部より多いかっていうと多くなく、うん、少ないのでだから少ないっていうことはそこの場所まで行かないといけなくてでそこの場所に行くために、まあ、交通費がかかったりとかもしくはあのその学校の近くにまあ寮を借りるとかあとアパートとかを借りて、えー、通うといったことになると、まあ、あとそのアパートとかの え、費用とかは、量だったりとか、あの、地方のアパートなのか、都内のアパートなのか、立地とかで、まあ、全然変わってくるんですけど、まあ、いくらだとしましょうか。5万ぐらいにしとく ?5 万だと、うん、5万で、えー、まず1年間、<laughs> 60万ですね。60万かける6年で、 まあ360万かかると。360万って国立の学費の6年間と同じじゃんっていう話になってくるんですけど、まあそういう感じになると、まあ720万かかってしまうということで、うん、まあそれだけでも、まあだいぶかみますよね。360万でしょで、さっき言った薬学部の、えー、私立の学費を言うと、えー、1200万なので、1560万、その時点でかかります。で、 もっと言うと、あの、食費とか、まあ、交際費とかいろいろかかるわけですよ。まあ、それは別に薬学部に限ったことではないんですけど、まあ、それもプラスしてかかってしまうと。それは、あの、まあ、すべての学部とかに、まあ、大学とか、まあ、大学の学部とかに言えるんですけど、そこから、あの、さらにプラスになってくるのが、教材費ですね。教材費が、 すごくかかります。うん。他の学部と違って、うんとね、薬学部系の教科書って結構高いです。一冊6000円とか普通にします。4000円とか普通にします。それを1科目、1冊買っていくということをしていくと、なん一体いくらになるのね。6000円かける、大体、何教科んだろう。前期後期ある。大体は前期後期あると思うんだけど、 うん、どれぐらい ?8 冊だとしたら16冊16冊かけ4 0 0 0円だとして6万4000円6万4000円る6年間でそれだけで38万4000円かかってしまいますプラスで、うん、で までがあの順調にいった方ですね。でそこから先で言うとあの、まあ、留年したりとか卒園したりとか浪人したりとかしてくると大体いい、まあ、1年間の学費プラス生活費食費とかが1年間丸々かかってしまうので、まあ、その分あのプラスになってしまうと。 いったところプラス300万年間でそんぐらいかかってしまうと思ってくれた方がいいかなといったところですね。だと、ざっくり計算数も1560万とかでしょ私立だと、その時点で1年間浪人したら2000万ぐらいいくんじゃないのかなっていう感じで、あの国士浪人してしまうと、あの その予備校の費用予備校を通う方は予備校の費用が別途かかってしまうまああとその1年間の食費とかも <laughs> そこもかかってしまうので、まあ、どんどんあれになってしまうんですけど、まあ、普通に <laughs> あの元に戻るんですけど薬剤師になるために必要な費,費用としてあの国立は360万プラス 360万で真っ最低720万とあと教科書代とか入れたりするとあと生活費とか入れたりするとまあ言うて多分ね1000万弱いくんじゃないかな国立でも普通にあの寮で5万ぐらいのとこ泊まってて普通に生活したらうん行くので で、結局に言うと、次第の方も、あの同じ分かかるんで、えっ、ー、と、700、2000万弱ぐらいかかると。であの、浪人とかしてしまうと、プラス300万,300万とかかかってしまうということで、あの安易に入ってしまうと、とんでもないことが起きてしまう可能性が普通にあります。なので 1200万とか360万あれば薬剤師になれるといったことは頭から外した方がいいかなとすごい思います。あと、奨学金とかあるんですけど、1週2週あるんですけど、そこも安易に借りてしまうと、あのそれで卒業できなかった場合、すごく奨学金を払いながら別の仕事をしてっていうことになってしまうので、だいぶ… きついいと思います。まあ、そこを踏まえた上であの薬学部入るかどうか検討してもらった方がいいと思います。えーまあ、それはあの学費とかお金の面がメインの話になってくるんですけど、まあ、プラスすると国家試験の難易度が上がってきましたよとかあの年を重ねるとあのもっといろんな。あの、 必要となる知識が増えていくので、それだけ大変になっていくと言ったことがあるので。まあ、どんどん大変になっていくなっていう感じです。まあ、こ,こでは学費のことなので、かかる費用について。あのそこを主としてお話ししていきました。まあ、こんな感じであの？一般の人が持っているイメージと。 薬学部の本当のイメージって多分ずれてると思うのでそこをどんどんお話ししていければいいかなとすごい思います。えっ、ー、とシリーズ化していくのでよろしくお願いします。えー、薬学部のについての闇、真実、闇の真実みたいな感じで出していきたいかなと思います。はい。ということで次回お楽しみにしていてください。それでは。 ご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談本格配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあ、ね